中郷温水池は、静岡県三島市と田町にあるため池である。2010年3月25日に、農林水産省のため池百選に選定された。三島駅前にある国の天然記念物、及び名称に指定されている、落樹園内の富士山の湧水池である、小浜池を水源とし、室町時代の地域の豪族であった、寺源兵衛が、三島市内11河村を灌買するため、 原米側を屈削した。中郷温水池は1953年に建設。原米側の終点部に設けられ、温めた湯水を、下流13集落216ヘクタールの農業用水として供給する。1990年度以降、農林水産省の水環境整備事業により、原米側の水辺再生事業の一環として、多自然型工法を導入。 コンクリート製であった五岩は、自然豊かなものへと改変され、散策路や緑地帯が配置された。原米側の上流原米側は、全長1 5キロメートルの農業用水路を、起源としたハス沼川と同じ落樹園内小浜池を、水源とし、中郷温水池に注ぐ一級河川、仮の川水系の河川である。原米側の名前の由来は、寺尾原米という、この地で水田に引く。 用水路を計画した人物の名前とされている。落樹園内の小浜池から広瀬橋までを広瀬川と呼ばれることもある。自然地形でできた一般的な川と違い、農業用水路は人為的に改作されたものが多い。現米川も奈良時代に掘削された農業用水路である。ランドスケープの視点で川を捉えると本来の機能でなく自然生態系の軸。 移行いや遊びとして活用を図ることが求められる。現米川が流れる静岡県三島市は古くより水の都と呼ばれ市内各所で富士の湧水が噴出して素晴らしい水辺環境を有していた。土木学会デザイン賞2004歳優秀賞受賞農業用水路時代付近の住民の農業用水路として整備開拓され湧水で 農業用に利用するには、温度が低く、水温を上げるため温水ため池として、中郷温水池が作られた。生活にも利用され、川岸の家庭では川端を作りブリキの船に食物を入れ、冷蔵庫代わりに利用していた。都市工業化により水辺環境が悪化した時代原米川では、かつて洗濯や子供の水として、またブリキの船に野菜を入れて、川で冷やすなど、 人々の生活で密着した水として活用されていた。1960年頃より、企業による用水などにより、水量が減少した。生活排水の流入により川の汚染され、水辺環境の悪化が進んだ。環境改善の時代上流地域の産業活動の活発化等で、地下水の減少や、湯水の減少に伴い雑排水の垂れ流しや、空き缶やゴミの不法投棄も増え、 水質は悪化し、豊かな水の文化も衰退し、川は市民から遠い存在になっていた。原風景を取り戻すため、市民が中心となり、行政、NPO、企業とが手を組み、改善の活動が始まった。平成2年、水野と三島を復活させるべく、原米川水環境設備事業が始まった。事業で町全体を調査する中で引き継がれている。 本行寺や浜織等の風習、橋や川端に残る形に川と人の密な関わりを発見し、この川の再生の糸口をつかみ、フィールドワーク、自然環境調査、流域住民へのアンケートから、計画の基本となる3つの原則を立て設計が進められた。市場の特性を読み川と人の新たな関わりを、形として定時に場に即して、保全、復元、回収、 創造等柔軟な太陽山古くからの地域景観を構成する地場の溶岩を多様な使い方で汎用性を持たせている。事業区間は三島駅前にある富士の湧水が流出する落樹園小浜池を起点に市街地のあるほぼ中央から南下して温水池に至る延長1 5キロメートルである。川沿いの川は商業地から住宅地を抜け水田地帯へと 様々にしている。現在、原米川水環境設備事業は7年間で終了したが、現在も町中がせせらぎ事業に引き継がれ、市民、企業、行政、活動団体を巻き込み、市内の川の再生や町づくり活動は、都市景観大賞、手作り郷土賞受賞等で活発な人づくりの輪が広がっている。二千八年六月に環境省が選定した。 平成の名水百選及び2006年2月3日に農林水産省により疎水百選に選定された。2012年9月24日、伊豆半島ジオパークのジオサイトとして認定された。2016年国際館外排水委員会の館外施設遺産に登録。橋原米側には12の橋がかかっている。泉橋、芝本町9-14北芝橋。 芝本町10の15西広瀬橋、泉町1の49前、玄米橋、広小路町1の41付近時の金橋、緑町1の1枚玄米橋、緑町17の1枚下、玄米橋、南本町4の31付近、川瀬見橋、南本町10二28北温水橋、南本町13の30南君が沢橋、南本町2の13前温泉池橋、 戸田町4、吉津橋、富田町14の33西中郷、温水地周辺の空中写真。画像右下方の池が、中郷温水池。池へ注ぐ河川を遡った、画像左上方の樹木の茂る一帯が、落樹園。画像右上方は、三島大社。1988年撮影。国土交通省国土画像情報をもとに作成。 ため池南岸からは水面に逆さ富士が映る。2006年には三島市を代表する景観として静岡県警干賞最優秀賞を受賞した。三島市と NPO 法人グラウンドワーク3等が共同し市民と共に様々な保全活動を行っており、現米側と共に自然植生が再生していき、鳥類のために作られた中洲2カ所がメダカや 東吉登ノ等の多種多様な動植物の生息場所となり、現在では延べ100種類以上にも及ぶ多種多様な動植物の生息場所になっている。ありがとうございます。